関西一のホストクラブネオユニバース、そこで輝かしい活躍を見せる一人の男。シンはね、本当にかっこよくて面白くて優しくて、なんかもう全てが揃ったような人間で、男気があっていい男やなってめっちゃ思います。一条氏、まあその前のところでは主任って立場ももらって、グループナンバーにも入らせてもらったこともあったりとか、結構多分でかいグループですね。1000人ぐらいを超えてると思うので、トゲがすごいあったホストやったと思うんです、多分その当時は。そんな彼がネオユニバースに来たり、関西で一番の店っていうのをずっと聞いてて、常に満席状態、常にホールがなってるとか、立場とかもなくしてゼロから挑戦してんの、まあ、いつかはナンバーワン取りたいな。これまでの経歴を一度白紙に戻し、関西一のホストクラブで再スタートを切った一条氏に密着取材を行った。某日大阪ミナ。新さん、お疲れ様です。お疲れ様です。本日はよろしくお願いします。一条氏です。今年27歳です。出身は大阪です。多分4年目ですかね。移籍して1年ちょっと経ちました。お母さんと2人暮らしやったんで、ずっと母子家庭で育ちましたね。あんたは多分無理やから、まあ一回やってみたらみたいな感じで、そんな言われたら余計にちょっと燃えちゃうみたいなタイプなんで、やったらぐらいで。でも今はもうめちゃくちゃ応援してくれてるって感じですね。シンは最初、まあ、前の店の人にこれでいいんじゃないみたいなで、まあ、その名前になって、一条はその前の店の時に可愛がってくれた先輩が持っててくださいって言ってもらったっていう感じですね。そんな彼のホストになる前の意外な経歴。ホストされる前ってなんか仕事はされてました？仕事はしてました。美容師してました。あ、美容師だったんですね。はい、美容師時代に行きますけど、はい、どんな感じだったんですか？毎日そうですね、夜中まで髪の毛についてなんかいろいろ勉強してとかだったんで、あまり休みなくみたいな感じです。前職では美容師として働いていた一条氏、そんな彼がホストの世界に足を踏み込んだきっかけと、やっぱお金ですね。やっぱりもっとバーンってお金欲しいってなったんで、きっかけは最初軽い気持ちで、まあ、お小遣い稼ぎぐらいでバイトで入ったんですけど、楽しいなと思って、まあ、もうホストでやっていこうっていう感じになったんですね。軽い気持ちで足を踏み入れたホストの世界、そんなホストという仕事に魅了され、その道を進むことに。最初ホストに対するイメージって、はい、イメージですか。まあまあ、まあ、チャラいとか女の子が好きな人とかが多いなっていうイメージだったですね。イメージっていうのは払拭されました？そうですね、払拭というか、それに行き着くまでめちゃめちゃこういろんな大変なこととか、いろいろ勉強したりとか、頭よくなんかしなあかんなっていうのが強くなったんで、あんまりそういうイメージはなくなったですね。しかし、ホストとしての道のりは容易いものではなかった。新さんはすぐ売れた感じですか？いや、1年ぐらいは下積みでしたね。結構どん底ぐらい、そんなにすぐに売れたわけではないですね、はい、携帯払えないとか、コインランドリーに行くお金がないとか、洗濯もそうですね、同じ靴下何日も履いたりとか売れなかった時が一番ほんまにしんどかったですね。駆け出しホストとして味わったどん底の生活、しかしそれをバネに彼は奮起する。売れずにそこで辞めたら何も残らんなって思ったんで、やっぱりもっと成功したいって思って、はい、やったって感じですね。大金を手にするようになったと思うんですけど、はい、お金に対する価値観っていうのは変わりましたか？価値観は変わらないですね。昔からやっぱりあるから全部使っちゃおうとかじゃなくて、まあ、もっと大事にしていこうって従業員の方とご飯行ったりとか、まあ、服買うぐらいですかね。それ以外あんまり使わないですかね。駆け出し時代に味わった貧乏生活、お金の価値を身をもって理解した彼は、稼げるようになった今でも浪費はあまりしないという。そんな彼はネオユニバースにおいて人一倍信頼の厚い人間であると彼をよく知る人物から伺っていた。支持されてるんですかね。まあ結構僕人に寄り添いたいタイプなんで、女性に対してもそうですけど、まあ、男の人とか、まあ、従業員に、まあ、寄り添ってるのがそういう形になったのかなって思います。そう話す彼はやはりネオユニバースの従業員からの信頼も人一倍厚かった。
多分すごい後輩に慕われてて、それに対して多分熱量ぶつけて下の子のために動ける人なんやなってめっちゃ感じたから、まあシンはね本当にかっこよくて面白くて優しくて、なんかもう全てが揃ったような人間で、もっともっとこれから売れていくと思うし、ネオの顔になっていくと思うから、まあ、今の現状に満足せず、もっともっと上をあいつには目指してほしいと思うんで、シン頑張れよ。人間性を評価するキャストがいる中で、彼の秘めた苦悩を知るキャストもいた。まず面白い子であることは絶対ですね。ただネオに来てからいろんなことにずっと悩んでるんだなって僕はずっと感じてて、でそういう時に僕は結構家に招待して、まあ、一緒にお酒飲んだりとか、まあ、ご飯行ったりとかしてよく喋るんですけど、やっぱり結構いろんなことを考えてる子でもあるし、でもそれを発信できないから悩んじゃう子もあるような、なんかすごい不器用な子っていう印象が僕の中ではすごい強いですね。ネオユニバースという店を良くしたい、そんな熱い思いを持ち合わせながらも、その思いを思うように伝えられない。しかしそんな彼の不器用さに秘められた熱い思いをキャストたちはしっかりと理解している。まずシン君は、まあ、前チーム一緒やって、まあ、いろいろ意見することがあって、もう初めて多分面と向かってぶつかってくれたのが多分この店で初めてがシン君やったかなって思ってて、でその時に本音聞いた時に、あ、この人ってめちゃくちゃ熱い人やし、なんか自分とちょっと似ている部分はあるかなって思ったんですけど、俺はそういうとこがめちゃめちゃ好きかなって思いました。トゲがすごいあったホストやったと思うんですね、多分その当時は。まあその前のところでは主任って立場ももらって、結構多分でかいグループですね、グループナンバーにも入らせてもらったこともあったりとか。その時も、はい、まあ、なんか最高売上とか、最高売上660ぐらいじゃないですかね。大手グループでの店舗で主任を務めたという彼に、その経歴を捨ててまでネオユニバースに移籍した理由を伺った。理由、やっぱり関西で一番の店っていうのをずっと聞いてて、まあ、そういうところで挑戦して、まあ、いつかはナンバーワン取りたいなって、まあ、そういう立場とかもなくしてゼロから挑戦してみる。その時入ってすぐにイベントがあって、そこでまあ出るっていうことになって、まあ、出るからには一番取りたいみたいな、僕の女の子が頑張ってくれて結果スーパールーキーは取れたけど、そのイベントは2位やったっていう感じだったですね。すごいね、いやいやいや、もう僕の女の子がすごいすごいですめちゃくちゃレベル高いし、こんな男も集まんねやみたいな、そこは結構びっくりしました。ご自身のその星の魅力はどういった部分だと思いますか。僕の魅力ですか、まあ、面白さとお酒が飲めることですかね。そうやと思っときます。もっとイケメンやったらクールな感じで行きたかったんですけど。そんな彼のことをお客様も理解している。シンさんと出会ったきっかけを教えていただけますか。お客様からしてシンさんの魅力はどういったところですか。今でも今だに嬉しいって思うのは、僕のことを思って僕のために時間割いて会いに来てくれる、そういう子がいっぱいいるのが嬉しいなと思いますね、うん、目の前の女の子を誰よりも笑顔にさせるっていうのを心がけていますね。まあ、優しいですね、すごい。工夫はやっぱりこの店で幹部になって、まあ、ナンバーワンを取るのが今の目標です。いろんな人と切磋琢磨できるし、社長、そして幹部の方とかがやりやすい環境を作ってくれてるので、そこはもう感謝しかないし、そういうのがあるから最高やなと思います。まあ、僕は本当にまっすぐやるのは、今自分がやってることは信じてほしいなって、何も間違えてないよっていうのは絶対にありますね。あとプラスアルファはね、お仕事は全然こちら幹部でねサポートできるんでね、シンがやっと取材も入れて今一番喜んでると思って、シンとシンのお姫様にはね、これからもずっと頑張ってほしいなって思います。こう俺が後輩の子に叱ってる時、第三者目線で見てくれて、俺に意見してくれたりとか、まあちゃんと俺のことも立ててくれたりとか、男気があっていい男やなってめっちゃ思いますね。よし、あとは売るだけや。あ、すいません。
大丈夫ですか。みんなこう背中を見せてくれる、まあ、男としてもかっこいいなって思うし、まあ、そういうの見たらやっぱそうですね、尊敬になるんですかね。そういうの一条氏、これからの活躍が期待される彼に最後の質問として今後のビジョンを伺った。まあ、自分の店を持ちたいなって、まあ、それがホストじゃなくても、居酒屋やったりとかそういうのを自分で持って経営したいなと思ってるんです。まあ、みんなが笑顔になれるような場所を作りたいなって。まあ、大阪を笑顔に。男気にあふれ不器用ながらも内に秘めた熱い思いで、お客様だけでなく従業員からの信頼も厚い一条氏。そんな彼の活躍をホスト TV では今後も追っていく。Make some fucking noise.